こんばんは、ふうさおでございます。さあ本日も引き続きサクサクプレイできると思っていたら鬼畜ゲーファーランズのお時間がやってまいりました。皆さん、私は今どこにいるか分かりますでしょうか。ですね、前回、ドクロマークのエリアですね、こちら、このドクロのエリアに行ったところ、まあ、いい物資は確かに落ちてました。で、まあ、カードキー使える場所とかあったりするのかなってワンチャン思ったんですけど、別にそういった部屋はなくて、まあ、いい物資が落ちてたと。で、帰りがけにですね、ペスを見つけてペスをゲットして、私はさっそうとね、この拠点のところまで戻ってきたんですよ。で、ペスを失いたくなかったがためにですね、家の中でペスを離そうとしてペスから降りたらですね、天井にめり込んでしまったと。で、そのままどうしようもなくなって動けなくなったから一度、ログアウトして、その日はスッとゲームを閉じたんです。で、今日ね、さっきログインして、さあゲーム始めて収録録画ボタン押して回そうかな思ったんです。わかります？わかります？ここでロードしたんですねえ。ここでロードした。これ F インタラクトってさ、まただからずっと前回から私は皆様がね、過ごして毎日を過ごしてる間、今年私はずっとこの天井にめり込んだままなんですよ。 F 長押しチェンジマテリアル、チェンジカラーリペア、あ、デストロイ、あ、イグジットって何。あー、いや別に出れるわけじゃないんだ。デストロイ、あー、いた、あいやでもペスはいた、ペスはいたわ。よかった、ペス生きてた、よかった。こっちの世界でもペス大丈夫か。あっちの世界では犬だけどな、こっちの世界じゃ馬なんだよな。あー、オッケーです。じゃあちょっとこれ高床式についでにした方がいいかな思うんで、2階建てにしますか。吹き抜けみたいな感じ、2階建てというよりは。じゃないとこうペスを入れて、でもここでペスがいるってことは近くに放し飼いにしといても、この外とかでもさ、ワンちゃんいいわけじゃないですか。とりあえずちょっと水飲みたいな、水飲ましてもろって、ずーっとね、ここ2日間ずっと天井にめり込んだままだったんで私。あー、よかったよかった。じゃあとりあえずちょっと、ここだけ吹き抜けてればいいか。ここのエリアだけ吹き抜けてれば別に問題ないから、木がないんだよね、それ以前にね。で、今デイ16でしょ、5日ごとなんで、まだしばらく時間はありますから、これ持ってきたゲットした鉄針も設置しつつだよ。そうだね。で、ハンドガンとかの予備も手に入ってるし、このパーツとかもね、手に入ってますから、フラッシュライトはでかい方持ってるし、これ充電したよね。バッテリーがなくなる概念はやっぱあるんだ。ほんで、これ閉じて、ここのチタニウム、あー、もう木がないですね。一旦これ燃やしといて、チタニウムも結構焼けてきてるんですよ、言うてね。これで今6個目でしょ。で、今何個焼いてるんだ、4つ、あ、10個いけるね。これでカードキー手に入るかもしれないです。まあそれはそれで置いといて、先にこの、結構ごつくねこれ。え、結構ごつくないですか。あらー、ちょっと予定と違うねこれ予定と思ってたのと違う。これってピックアップ、あ、拾えるんだこれ。あー、ちょっと待って、ごめん、みんなこれさ、じゃあこの配置ちょっと微妙なんで、一回ちょっとこれさ全部ピックアップして取り直して、あれ、なんで取れないのこれ。え、なんで、どんな取れるやつと取れないやつあるのこれ。耐久が減ってるやつを取れない的な話。あ、ごめん、パンパンだっただけだったアイテムパンパンなだけだったわ。これ一旦ちょっと置いてみましょう、どんな感じになるか。これめり込ませれるのかな、この辺。おいえ、明らかごつくない？ちょっと向きがなんか若干斜めった気がするんですけど、これで、こうしてだよ、こういう感じで。これ一周巻きたいですよね、ここで。こう、うわ、当たり判定シビアだな、これ。こんな感じ、この隙間にめり込む可能性があるから、ちょっとここら辺はちょっとシビアにがっちりいきたいとこ。ここ、ほら、円ちゃうんこれ、結構円ちゃうんこれ。あー、で、あ、これが邪魔か。これ回収しちゃってこう、木張りも耐久あるっぽいんですけどね、結局回収したらこれ新品に戻る的な話なのかな。このあー、あー微妙ー、ここ、ほら、めちゃくちゃ強そうじゃないこれ、この鉄張り。いや、いいね。で、これでどんどんこっちを回収して、もうちょっとね、
あのこの隙間を開けなくてもいいなっていうのを途中で気づいたんですよ。痛い。あ、もう満帆なのね。よし、じゃあちょっとこれ時間かかると思いますんで、これ今からですね、私ちょっとあのここ軽くリフォームしたいと思います。おはようございます。日にちはデイ17。昨日ですね、夜のうち夜間工事をしっかりいたしまして、木張り全部移動いたしました。ちょっとごめんね、なんかすごい雑な感じになっちゃってるんですけど、綺麗にできなかったです。なんかね、この木張りの当たり判定が結構曖昧というか、地形がこう起伏があるじゃないですか、地形に。それが言いたかった、高低差が平らじゃないから、なんかね、木張りの当たり判定がうまくできなくて、なんか置ける場所置けない場所あって隙間ができちゃうんですよ、どうしても。で、なんでまあちょっとこのいびつな感じになっちゃったんですけど、まあ一応なんで、まあ一周ぐるっと、あの木張りはこの2周分表と裏二重にはなってるんですよ、一応ね、全部の場所。ここがちょっと弱いかなぐらい。まあでも全部これで一旦回して、でドクロは正面に3つ、後ろに2つって感じ、四隅に置いてある感じで、ドクロの周りにも木張りをバーっと設置してみました。いかがでしょうか。まあ今できることはこのぐらいかなと。で、次のフェラルが20日でしょ、あと3日後なんで、ちょっとそれの様子見かなというところはあります。ではですね、早速木も切ってきて、チタニウムが9枚とインゴット10出てきてますんで、シートがね、これメタルシートとこれと。で、私ですね、作りたいものが一つできまして、こちらセメントミキサー、これがいるんじゃないかなと。まあこれインゴット自体は使わないんで、メタルシートだけじゃないですか、9分の6。でマザボがいっぱいありますから、これでちょっと今からセメントミキサーを作りたいと思い、あ、結構時間かかるね、やっぱり。でも完成いたします。 OK、 セメントミキサー、これで私はワンチャンセメントができるでしょうね、できるんでしょうね。これで向き向き向きなんだ、そっち向き、どういう向きなんだろう。この辺でいいかな。一応室内になんとか置いてみて、きました、セメントミキサー。これでインタラクト、サンド、ストーンオアクォーツ、あー電気とかいらないっぽいですね。サンドだから砂か、砂はちょいちょい拾ってるので、クォーツってこれか、あ、これクォーツじゃなかったでしたっけ、これ、あ、クォーツ、あ、こっちに使うんだね、砂とクォーツで。あー、そういうことか。やっぱガラスはガラスミックスからしかできないっぽいですね。で、これで砂11のクォーツがそんなにないのか、これで1分の1でいけるんですかね。違う、クォーツの方に入れてサンドで、リクエナーズエレクトリックシティ、電気いるの結局。ちょっと待った、ちょっと待った、甘かった、私の考えが甘かったっすわ。やっぱ電源いるわ。電源なんかありました。ガレージドア、オートマチテッドドアオートメッテッドドアかな、自動ドア。マイナーはこれ掘るやつかな、これジャックでしょ、発電機みたいな、ないよね。タイムスイッチ、ナイトタイムスイッチ、夜だけ発動しますみたいな、リレーで、ジャンクションボックス関係ない、ロッカー、カーバッテリーとソーラーパネルでやっていく感じか、カッパーインゴットか。あー、だ、結局メタルシートこっちで使い果たしちゃって、セメントミキサーでメタルシートがないって話か。あー、でもカーバッテリーはあるんですよ、いっぱい拾ってたから。こっちか、いや、そんなにないですね、1個。いや、もっと拾ってた気がする。あ、ほら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 、カーバッテリーはあるんですよ。で、カッパーもあるでしょ。まあ問題はやっぱチタニウムだな。メタルインゴットってか、メタルシートも足りないし。で、このカーバッテリーは、あ、直置きってことね。で、ここに直置きで並べてみたいな話か。この隙間とかに置きたいな、これ、なるべく。あー、でも電源、電源並ぶよね、多分ね。で、まあここに置くか、じゃあ。こう。で、これにあれじゃないかな、配線つないで的な話じゃない。でもこれ自体はバッテリーだから電源なくなっちゃうんで、はい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 、カジュアルだけど、まあまああれだね、結構細かくなってきました、設定が。このエレクトリックワイヤー使うんじゃない、これで。あ、ほら来た、ワンエレクトロワイヤー、あ、お、おえー、これでどうよ、動くわけじゃないんだね、これで。決してスイッチとかは、スイッチが何かあるわけじゃない。いやー、まあやっぱこれバッテリーからの状態なんだね。ってことは、やっぱソーラーパネルか、
風力発電どっちがいいですかね。風力の方がメタルシートをたくさん使う。カードキーはちょっと後回しにして先にメタルシート作っちゃいますか。チタニウムのインゴットで、できるはず。こっちの空の子でメタルシート。あ、違うわ。あ、ごめん、勘違いしてた。これ鉄のインゴットで作れるわ、メタルシート。まあ、メタルっていうぐらいだからね。あ、じゃあいけるわ。そんな結構簡単にいける。1、2、3枚ぐらい。これ6枚でしょ、これで。一旦先に、こっちかな。これ作ってみましょうか。カッパーインゴットが足りないのか、次は。カッパーはちょっと拾っといたので、これで先にカッパーを燃やしときましょうか。先に5個ぐらいスプリットして、これ燃やしといて、カッパーがそんなないか。あるわ、ここに3。ああ、いや、あるぞ。意外に。意外や意外。5。5分の5あるわ。こっちは？あ、もうない。で、これは鉄ですもんね。よし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 。スムーズです。意外にここまでスムーズ。で、メタルシートできたんで、これができれば、ソーラーパネルができて、なんで急にゾンビの足音が聞こえたと思ったら来た。突然のゾンビ襲来。どうよ。私の気張りに。あれどこ行った今のゾンビ。あれどこ行っちゃった。突然現れてこっち向かってきましたよね。急にいなくなった。あいました。鉄張り、これは強いかもしれない。ごついだけあるね。よし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 。はい、そうこうしてる間にカッパーのインゴットができましたので、このこちらカッパーのインゴットと合わせてソーラーパネル作りたいと思います。これでよ。どうよ。どうだね。できましたね。よし。で、このソーラーパネルを設置させてもろて、これだから上に置かないといけない。なんか屋上に置くイメージですけど、別にこの下でもいいかなぐらいの。あー、でもあれか、階段作って上に登らないといけないのか。せっかくだから屋上に設置しますか。ハンマー、木を切ってきたからハンマー持って、ハンマーでこれ外階段にしますか。なんか家の中だとなんか狭くなりそう。いや、でもちょっと階段の種類選べないのこれね。階段これ邪魔かな。こっち側どっちにしろ窓潰れてるから、こう裏口から入るみたいな感じにします。こっち側からこう、これでどう。まあ邪魔になったらまあ壊せばいいと思うんで、いいかな。 OK。 これで登ってほら、でここにソーラーパネル並べてくって感じでしょ。なんかちょっと今回の拠点微妙ですね。なんか雑な感じで作っちゃったな。よし。で、配線をこれに繋いで、ビリビリって繋いで、ちょっと待って、途中さあ、直つなぎしか無理だろ。邪魔なんかもうちょいさ、こうないの。あ、でもちょっと待って、セメントミキサー動き始めたんじゃないこれ。ほら、ガラガラ言ってるもん。あ、音がちっちゃいからみんな聞こえないかもしれないですけど、動いてます、このセメントミキサー。動くぞ。よし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 、いいじゃないいいじゃない。ただちょっと配線が邪魔だなちょっとこれはナンセンスですね。まあ玄関に置くか。拠点の中の配線めちゃ邪魔だもんな。これ取っちゃって、ごめんなさいね、取ります。嘘だろ、この配線取れないのこれ。リムーブ、あ、できた。配線リムーブできたわ。配線リムーブして、でここら辺にソーラーパネル置こう。その方がなんかいいじゃん。ここここでこう。いや、あの家の中をさ突っ切ってるパネルは良くないわ。で、ここに繋ぐと。これで配線がいって動いてるはず。で、いつになったらできるかわからないんですけど、なんか特に押すボタンもないし、このまま放置プレイって感じですね。ならこのままメタルシートをどんどん作っちゃって、鉄焼いて、これ刀もいける。刀作れるけど、あー、そうか、刀はチタニウムインゴット5なんだ。あー、まだ後かな。刀はちょっと後からのお楽しみにしときますか。先になんか電源系をしっかりやっときたい感じですね。これで風力発電も1個作っておきたい。ただこれでもリレーとかジャンクションボックスとかがないと、2つの電源供給に対して1個のバッテリー充電できないかもしれないですもんね。多分この辺が必要になってくるんだろうな。まあ一度賄えるかどうかやってみますか。このランプとかも欲しいんですよね。あ、ランプはガラスなんだ。で、ガラスを生成するためには、途中で拾ったあのこのガラスミックス、おそらくこれをだね、焼くと思うんですよ。これをかまどでポイして焼いてみて、どうなるかを見てみましょうか。9個。はい、スプリット。これで、リファインドガラスミックス、トランスフォームイントゥなんとかリファインドガラスビンスメレット。焼けとは言ってないよね。
かまどで、あ、できた、あ、できるじゃん、すぐできるじゃん、ガラス、あ、できました、できました、ガラス、ありがとうございますってことは、あとガラスが、1枚、ん持ってんな、リファインドガラス持ってるけど、なぜかできない、なんでガラス持ってますよね、お、これまだ未実装ってこと、ガラスカウントされてないわ、リファインドガラス、いや、ガラスとリファインドガラスなんか名前が違うな、あー、ユーズドインビルディング、これは普通のガラスを作り直さないといけないとかっていう、ちょっとひと手間加えますみたいな話、これ、いやー、でもこれウィンドウだからガラス、ほらガラス扱いになってないですもん、ウィンドウも、これなんかいるな、リファインドガラスってなんだろう、中古のガラスってこと、リファインドガラスドア、これは3枚あればいいんだよ、リファインドがあればいいから、あー、リファインドウィンドウ違うぞ、おっと、なんだガラスは、じゃあ E ガラスはどうやって作るんだろう、これこれ全部リファインドガラスですもんね、こっからできるのは、ちょっとターンオフだ、リファインドガラスミックス、普通の、あー、ガラス、普通のガラスはどうやって手に入れるんだろう、いやちょっと待って、これまたつまずきポイントじゃないですか、あー、とりあえず鉄焼いとくか、なんかどうやら普通のガラスとリファインドガラスは種類が違うみたいで、あはー、うまいことできてますね、一瞬バグかと思ったけどバグじゃないって言って、全ての内容つまずいたらバグにするのやめましょうよあー、まあでもそういうことで、じゃあちょっとしばらくまだ時間かかるということですね、了解いたしました